バルティ V-1 バルティ V-1 は1930年代のアメリカ合衆国の単発の旅客機である。ジェラルド・バルティが設計し、エアプレインデベロップメント・コーポレーションが製作した。金属製の引き込み足の単葉機で、原型機は1933年2月19日に初飛行した。原型機は乗員2名と6人の乗客が登場できた。胴体を若干サイズアップして、 乗客数を8人とした量産型は V-1A として1936年までに24機が生産された。1934年からアメリカン航空で13機以上の V-1A と V-1 が運用を開始し、当時の最も高速な旅客機となった。五代ことテキサスの間で運航され、テキサスの望遠航空も V-1A を使用した。 1936年までに、総発旅客機に更新されて、定期便から退役し、売却された。車用機や個人向けにも販売され、顧客の中には、新聞社種のウィリアム・ランドルフ・ハーストがいた。パナマ、ニカラグアで旅客機として用いられた。フロートを付けた V-1A がソビエトにも売られた。1936年9月、リック・メギルとハリー・リッチマンが登場し、 ニューヨークからロンドンへの往復飛行を行った機種でもある。スペイン内戦ではアメリカン航空で使われていた7機が機関銃と同体下に爆弾用のツリングをつけて人民軍側で使われたが4機はフランコ軍に捕獲された。ハーストの機体 V-1AD スペシャル NC16099 は現存しバージニア州のリッチモンド空港の バージニア航空博物館で展示されている V-1A ありがとうございます。